はい。えー、皆さん、こんにちは。高幸です。今日は、朝日川女子中学生不審死事件のことについて、久しぶりにお話していきたいと思います。先日ですね、HBC さんや北海道新聞にですね、載ったと思うんですけども、以前、朝日川女子中学生不審死事件を扱っていたアラビカ村長がですね、北海道のね、兄弟からですね、訴えられて賠償金をね、請求されていると。 いうことで民事の裁判になってくるんだと思うんですけども、まあ、その記事でですね、まあ、誤った記載がありましたので忠告をしておきたいと思うんですけども、まあ、この HBC さんの記事を見るとですね提訴するのは当時旭川市に住んでいた21歳と19歳の兄弟とその父親の3人ですと。 3人は2024年旭川市で起きた中学2年の広瀬沙耶さんがいじめに遭い投資した問題で、えー、栃木県の自称 YouTuber の男性が、いじめの主導者は兄弟だという嘘の動画を YouTube に投稿したというふうに、えー、書いてあるんですけども、これまあツイッター上でもですね、言っている方がいらっしゃったんですけども、この村長はですね、この2人の兄弟のことを、いじめの主導者ということでですね、 配信したんではなかったと思うんですよね。少女はね、失踪後投資した状態で亡くなっているんですよ。失踪後に関わった人物として、この二人の兄弟の名前を挙げていたんだと思うんですよね。ですから、まあ、このねえ、ご兄弟とこのご両親、親御さんですね、この記事、間違ってますよ。 って言わないといけなくないですかいじめの主導者っていうことよりもっとひどいことを言われてしまってたわけですよね。ですかこのままでいいのかなっていうふうにね、思いますのと、あとね、まあ村長さんはですね、まあ精神的な病を持ってて、えー、障害者手帳も持ってるようなので、 であれば何してもいいっていうことではないんですけども、まあそういったね、えー、事情もありますので、まあ村長さんがですね、まあ間違ったことをしたのであればですね、まあしっかりと反省して、えー、罪をね、えー、償って、また新たな人生をですね、歩んでっていただきたいと思うんですが、まあこの旭川いじめ事件に関しましてはですね、今、再調査委員会が 発足されて、えー、まあ最終段階へ来てるかと思うんですけども、まだですね、えー、死といじめとの相関性っていうのは全く明らかにされていないですし、警察もね、再捜査がされていないような状態。実質捜査打ち切りの状態でありますから、実際に誰が犯人かなんてわかんないんですよ。失踪後誰が関わっていたかなんてわからない状態。 もしかしたら私や村長が失踪後にさんと接触している、関わっている人物なのかもしれない。誰が関わっていてもおかしくないような状態なんですから、誰が犯人かなんていうことはまだ一切明らかになっていない。誰が接触したのかもわからない。だから警察に再捜査をですね、みんな求めているわけなんですよね。そのことはね、まあ一つ。 忠告しておきたいいと思いますそしてこの記事で、えー、もう一点間違っている点がですね「さえさんのいじめ問題では一昨年9月旭川市教育委員会が設置した第三者委員会が公表した最終報告書で同じ中学校の先輩ら7人の生徒による性的な動画の撮影と送信の強要などがいじめがあったことを認め投資は自殺と認定しましたが」 いじめと自殺の明確な因果関係は認めませんでしたということでこれ間違いです。第三者委員会は投資は自殺と認定なんてしていません。自殺の可能性はあるけども決定的な証拠背景は分かりませんでしたというのがね旧第三者委員会の結論なんですよ。でいじめと亡くなったこととの因果関係が認められませんでした。 自殺との因果関係は認められませんでしたですそもそもお話が違ってきますこれ hbc さんが大元の記事ですかねそれとも他の報道者がこの記事を書かれたのでしょうかちょっと大元のどこが最初の記事を書いたかわからないんですけどもまあ報道関係はですね結構あの他の報道者のね記事を借りてきて発表したりするのでどこが大元かわからないんですけどもこれ なんか、印象操作ですかこれ。HBC さん。政治家からなんか言われました言われてないですか大丈夫ですか参考にちょっと見ていただきたいと思うんですけども、こちらがね、第三者委員会の最終結果報告書の一部抜粋です。で本件生徒の自殺の背景によってここも、もう自殺って言っちゃってしまってるんで、これもダメなんですけど、続きを見ますね。 本県生徒が抑うつ状態にあってそのため生じた基士燃料は関与しており、その抑うつ状態をもたらした 誘因として本件いじめ事件、本件生徒の特性が関与して生じた学校での不適合とそれに伴う孤独感の増大および学業での挫折などが関係していると思われる。しかしそれらがどの程度の割合でどのような形で関与していたかまではそれを明らかにできるだけの情報を得ることができなかったため不明である。また黒塗り。同様性に起死年があった。 にしても当日自殺行為を行うに至ったのは直前に本件生徒を自殺行為に駆り立てる何らかの契機や心境の急激な変化があった可能性が推測されるがそれがどういったものであったのかを明らかにする情報を得ることができず結局は不明のままであるということで自殺を大前提というふうに置きながら結局は 不明のままであるっていうですね、おかしな文章なんですよね、これ。ですから、自殺であるかどうかっていうことでさえ、この第三者委員会は調査しきれてないわけなんです。だから再捜査が必要だと言っているんです。はい。ということでね、本日は久しぶりではございましたが、朝日川女子中学生不審死事件のこの HBC さんの報道でえおかしな点について言及させていただきました。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね。 そうか、ごめんね。隣になった時点とご存知ですか <music>